赤修験人観骨赤史立文化博物館展示赤修験人はかつて日本で発見された化石人骨をもとに日本列島に居住したと推測された個人類日本考古学史及び人類学史において注目されるべきものであったが現物は戦火によって失われており疑問の根本的解明は望めない赤修験人は従来の故障であるが 北京縁人やジャワ縁人などとは異なり、縁人、縁人、旧人、新人のうちどの進化段階に該当するか、現時点では定かでない。ゆえに今日では、赤子縁人ではなく、赤子人とする場合も多くなっている。二つの故障が並立する中、発見時からの経緯に重点を置く観点により、現状を正確に反映してはいないものの当時から、使われ続けている故障である。 赤石原人の方を本項目名に採用した。1931年4月18日、兵庫県赤石市の西揚海,海岸において民間人、ナオラ忍が古い人骨の一部を発見した。しかし、ナオラがアマチュア考古学者であったこともあり、専門家には相手にされないままであった。鑑定のため、東京帝国大学の松村明のもとへ送られ、 石膏模型を制作するなど、予備的な研究はなされたが、最終的な結論が出されないまま返却され、人骨を旧石器時代のものとするナオラの主張は、学会では認められることはなかった。その後、ナオラは同地点で発見した動物化石や石器をもとに、旧石器文化の存在を主張し続けていたが、腰骨については言及しなかった。さらに、 石膏模型を製作した松村の聖居もあって、学会でもこの腰骨は忘れられていった。第二次世界大戦中の1945年5月25日の東京大空襲によって、化石の現物は消失した。この人骨の消失については、妻に制止されたナオラが、骨が焼ける。骨が焼ける。と叫ぶ、目の前で、 自宅ごと炎上したというセンセーショナルなものや、化石が、とつぶやきながら、呆然とするナオラの面前で炎上したとするものが、紹介されている。だが、ナオラの長女である、ナオラ三キ氏によると、自宅周辺に、焼夷弾がばらまかれたため、ナオラの、もう寄せ。早く逃げろ。焼け死ぬぞ。の一言で、一家は慌てて避難するしかなく、家族も、 ナオラ自身も化石人骨は失念していた。10日後になってようやく沈下し、ナオラも化石人骨のことが気がかりになり、焼け跡を掘ってみたが、一緒に保管していた同地点採集の石器だけが残っており、化石はとうとう見つからなかったという。唯一残った石膏模型も忘れられ、 東大人類学教室の陳列戸棚に放置されていたが、1947年11月6日に、東大理学部人類学科教授の長谷部賢人が写真を発見したことをきっかけに模型が再発見された。長谷部は、石膏模型を計測、少年男性の腰骨だが、現代人に比べて類人猿に近い特徴を有すると指摘し、この人骨は、 シナントロプスやピテカントロプスと、ほぼ同時期の原人のものであると主張、ニパナンサラパスアコシンシスの通称を与えた。さらにハセベは、この人骨をパラステゴドンの化石と同じ地層から発見したという、ナオラの証言から、この人骨はシナントロプスよりも古い人類のものであり、縄文時代以前に人類が日本列島に存在した少佐だと結論付けた。 しかし、化石の現物は消失しており、疑問を呈する研究者も多かったことから、同年10月20日から長谷部を調査団長とする西八木海岸の発掘調査が行われた。しかし、長谷部のオブサーバーとしてなら、参加を許す。の一言に怒ったナオラが参加を拒否したため、調査団は化石発見地点から約80メートル西寄りの場所を調査してしまい、200万円もの予算を、 形状下にもかかわらず、人骨や石器はおろか、植物化石以外の動物化石すらも発見できなかった。34年後の1982年、コンピューターによる石膏模型の解析が東京大学の遠藤万里と国立科学博物館の馬場久雄によって行われる。その結果、人類進化史の各段階の人骨と比較して、赤石原人は現代的であるとして、 原人ではなく、縄文時代以降の新人であるという説を打ち出した。また、1985年春には、国立歴史民族博物館の春なり修司が、西揚海,海岸で発掘調査を行い、人骨が出土したとされる地層と同じ更新予中期の歴層から人工的加工根の認められる木片を発見。この木片は、紅葉樹の浜川と鑑定され、 板状城に避けない広葉樹であることから人工品の可能性が考えられた。なおこの地層年代は最終館表記後半から最終表記前半と考えられている。1997年には明石市教育委員会が近隣の藤井川沿い遺跡で発掘調査を行い、中期旧石器時代のものと見られる目ノウ染の悪オーノを発見。しかし、 ナオラが発見した人骨がどの段階のものであったのかは今もって解明されていない。ありがとうございます。